私には2人の子供がいます。長女は知恵遅れですが、下の娘は健常児です。私はいちいち説教しない。分かったと言ってやってやる。持ち込まれた問題はとにかく解決してあげる。次女が大学に進んでしばらくして中退したいと言ってきたことがありました。その時も「お父さんいい？いいよ。それだけです」。私はその子が選んだことを支えてやるだけです。中退したいのだったらしてもいい。もししばらくして学校に戻りたいと言ったら、それにもいいと言って説教などはしません。父と母の意見が全く違うのでどうしたらいいかと聞きに来た人がいます。そういう時はこう言います。父親と母親の意見が全く違うというのは、意見と意見の間の選択肢が広くあることだから、子供はその広い幅のどこかを選べていいよね。子供に向かって父親も母親も東大でなければダメと言ったら、選択肢はそれしかありません。父親がどうでもいい、母親がちゃんとした大学へ入りなさいと言ったら、どうでもいいとちゃんとしたの間の選択肢はものすごく広がるので、子供には幅広い選択ができると考えればいいのです。仮に子供に誰か好きな人ができて、一緒になりたいと言ったらどうするか、いいよと私は言います。3年ぐらい経ってボロボロになって帰ってきたとする。言わんこっちゃないと私は言わない。何年でも家でブラブラしていなさい。居候でもいいと言います。ブラブラしているうちに、また好きな人ができてどこかで一緒になったとする。行き先を探したり、説教しに行ったりはしません。そのまま放っておきます。また2、3年経って、ボロボロになって戻って、今度は子供を連れて帰ってきたとする。子供を連れてきたら家で面倒を見ます。私は全く説教しません。また別の男の人を好いて好かれて再婚しようとか結婚しようとなったら本人に任せます。家にいたければいくらでもいていいよと言います。一切説教しない。その子がそうしたいならそうさせる。父親は子供にとって神でありたいと思う。その子が望むことを母親がしてくれなくても、父親は神でありたい。父親に頼んだら何とでもなるという状況が子供にとって一番居心地がいいのなら、そうしてやる。子供が親を選んだのです。私という父親は子供に選ばれていないけれど、縁があって父親になった。その母親が私を気に入って夫として選んだのだから、間接的に選ばれたことになる。母親を選んできた子供にできる限りのことをしてやりたい。私の思い通りにするのではなく、この子がそうしてほしいと思うこと、自分でできないことを、私ができる範囲でやってやるということです。